ハロー、リクです。今回は相撲の、11月場所三役番付予想。横綱は、照ノ富士。大関は、高景勝、正代。関脇は、若隆景、宝昇龍玉鷲御嶽海。 小結びは、霧馬山大栄翔、富猿、高安。成績は、照ノ富士12勝3敗。高剣賞9勝6敗。正代も9勝6敗。若隆景11勝4敗。高昇竜7勝8敗。 玉鷲12勝3敗。三竹海は10勝5敗で大関に戻ると思います。霧馬山5勝10敗。大栄翔8勝7敗。新三役の飛び猿は負け越すと思います。高安6勝9敗。優勝予想は、若元春 参照予想です。主君賞若元春。関東賞若隆景玉鷲技能賞は留年だと思います。それでは、バイバーイ